クライミング森選手騒動に進展、日本金メダル競技ブレイキン今後廃止。こんにちは皆さん、森選手ファンクラブ会長です。僕を五輪の呪縛から解いてください。悪魔的閉会式で幕を閉じたパリ五輪くんですが、まだ批判はやみそうにありません。クライミングでメダルを逃した森愛選手、低身長の彼女がスタート地点にも立てないほどの絶妙な位置に岩を配置したことで、アジア人差別、森選手いじめだと運営を批判する声が日本だけではなく世界中から殺到したのですが、日本の伝説的女子クライマーがそれに反対し話題に。なんとなんとルート窃盗には日本人もいたようで。でもでも男子金メダリストは森選手をレジェンドだと認めています。そして日本が金メダルを取ったブレイキンですが、 IOC の意向で今後の五輪からは廃止されるとのこと。なんとあの親父ギャグバッハ会長がこれに関与していたよ。あと日本代表選手がパリで堂々と人種差別を受けていたことも話題になっています。この五輪で無課金王子森選手のことを知れたので個人的に収穫がありましたが、皆さんどうでしょうか。それではことの概要と現地の声一緒に紐解いていきましょう。森ちゃん好きやで、高評価やろ。波紋呼ぶクライミング女子課題、レジェンドクライマーが解説、低身長の森愛へのいじめ差別ではないという記事ですね。日本人女性初のプロクライマーでスポーツクライミングの解説を務める小川智子氏が13日までに自身のツイッターを更新。森選手が要因となったパリ五輪女子複合でセッティングをめぐりネット上で議論となっていることを受けて丁寧に解説した。世界ランキング3位の森は後半の得意のリードで全体1位の 96.1 位をマークするも、前半のボルダーの第一課題でスタート地点のホールドをつかむことができず0.2に終わったことが響き、惜しくもメダルを逃した。第一課題のセッティングについては1m54cm という低身長が響いたことからネット上での疑問の声が続出した。一部のネット記事がいじめという声を取り上げたことを受け、小川氏は欧米の森いじめと言われてますが、そもそもクライマーの仲間意識からしたら欧米クライマーが森選手をいじめる理由がわからないしないと思う。リーチな課題を作って背の低いクライマーをいじめで楽しいメダルを取らせないなんてクライマーなら思わないと思うけどな。そして不公平をどう見るか、問題の第一課題は低身長の森が不利に見える、しかし第三課題は高身長のマッケンジーは足が畳めないと画像などを用いて指摘。特定の選手を狙ってその人を登らせないようにセットするわけがないと言いたい。日本人セッターも入ってるし、実際3課題目は低身長が有利な課題となっていたと続け、低身長が不利とは一概には言えないと説明したと記事は締められてますね。彼女の言葉をまとめると、森選手いじめや差別は絶対にありえない、あくまで公平に判断された結果があれだといった感じの発言でしたね。他の彼女の投稿を見てみても森選手の技術不足といった感じの発言が多かったです。ちなみにここで言われている日本人セッターの方が NHK の記事で紹介されていたので見てみましょう。日本人セッター水口さんは男子準決勝前半の課題を担当していたようで、今回オリンピックに参加することができてすごく光栄です。ルートセッターもいろいろな国から集まっていて文化や考え方も違うので戸惑う部分もありましたが、いい大会を作りたいという志は一緒なのでチームで力を合わせてやってきましたと我々に語ってくれた。水口さんはこの後の男女決勝の課題も担当することになっていたとのことで、彼女もいくらかはあの決勝に関わっていたように感じられる記事ですが、冒頭の伝説の選手小川さんが言うには、たとえ日本人セッターが意見を出せない状況でも結局はルートセッターチームのチーフが微調整をし最終的なゴールサインを出すから森いじめが入っていたとは思えないとしています。ということでこれが実際のルートセッターの名簿なんですが、水口さんもチームの一員とされてますよね。さてチーフかっこヘッドの一人はギャラッド・グレゴーという方で、彼はアメリカ人とされてますが名前からしてフランス系なんですよね。日本人セッターは一応2人いますが他は全員欧米諸国出身ということで発言しづらい状況なのもあったと思います。この森選手いじめは欧米でもとても大きな話題となっていて、大手記事や欧米の2ちゃんとも呼ばれているレディットでも大きく取り上げられ、森選手の知名度、可愛いビジュアルからも人気が爆上がりした結果になったんです。もちろんあの結果は悔しかったですが、彼女が世界中から応援されるのは日本人として僕も嬉しいです。でも僕が個人的に一番嬉しかったのは、若干19歳で男子クライミング金メダリストになって生きる伝説、トビー・ロバーツ選手がインスタのストーリーで
森選手のことをレジェンドだと呼び、一緒に撮った写真を今回の五輪でのお気に入りの写真の一つとして投稿していることです。コメントにも、ああ森選手との写真最高との声がたくさんあり、森選手の悲劇を知ってくれているファンがたくさんいてほっこりしています。いろいろ調べてみると、森選手は学業バイトに励みながら競技を続けたということで、メダル獲得ならずは残念でしたが、世界に彼女の味方がたくさんいることを知れて、僕は自分のことのように嬉しいです。彼女のような選手は絶対に報われるべきよね。続きまして、 IOC ブレイキングは二度とやらんという発言ですね。ブレイキングは五輪で歴史を作ったが、おそらくオリンピックで再び見られることはないだろうという記事ですね。ブレイキング競技は何年もかけて準備され、結果的に五輪に興奮をもたらした。 IOC がブレイキングの追加を決定したのは、バッハ会長とその同僚たちが若い視聴者を引きつけると考えたからだ。しかし当初からこの競技は持続力のある競技というよりは、パリ五輪で1回きりの可能性があると思われていた。2028年 LA 五輪の主催者は新しいスポーツを提案する権限を持っていたが、自国でブレイクダンスが長い歴史を持っているにもかかわらず、ブレイキングの代わりにフラッグフットボール、クリケット、ラクロス、スカッシュを選択した。ブレイキングをプッシュしたバッハ会長が退任するなら、なおさら続行の可能性は薄まったので、当然の結果かもしれないと記事で締められてますね。閉会式でセイヌ聖主なると親父ギャグを放って退任するバッハ会長、今まで散々なことをしてきましたが、彼のブレイキン猛プッシュのおかげで亜美選手が金メダル取れたんやなって。まあ男子の方は審査が散々で、予選落ち日本人選手が一番うまかったという声が多くあり、審査はダメダメだったようなので、今までのことも含めるとやっぱりバッハ会長憎いです。日本人選手のアミさんが金メダル取りましたが、彼女より目立っている0点で敗北したレイガンというオーストラリアの選手が今世界的にミームになってます。個人的に僕は舞台に立つ全ての選手をリスペクトしてますが、レイガン選手は他の選手に勝てるわけないのは分かっていた、オリジナリティを見せたかったと語っていて、五輪に出場できなかった他のオーストラリアの選手が不憫だと大批判されているんですが、これについてはそりゃそうやろ、五輪で自分の PR 視点とちゃうぞと思いますが、皆さんどう思いますか。最後に、日本柔道代表の高藤選手がパリで人種差別に遭ったと話題になっているこの投稿ですね。パリにて店員さん来なくてそろそろ腕が限界な僕どうぞ。海外だと店員さん呼ばないようにしてるんですが、時間なくて店員さん呼ぶしかなかったんです。これが起こったのは花の都パリということで、僕の住むポーランドとは文化が違うんであれですが、欧米生活が長い僕も日本の皆さんと同じく差別を疑っちゃいますね。ポーランドには店員を呼ぶボタンのような日本にはある便利なものがないので、店員と目を合わせるか、このように指を上げる行為で注文したい意思を伝えるのが一般的なんですが、バリバリ現役の柔道家が腕が限界になるまで上げるまで気づかれないって普通に考えて無視しかありえなくないですか。レストランの見た目的に治安が良さそうな店ですし、というか彼の後ろに普通に店員のおじさんっぽい人映っとるしやな。五輪そのもの以外でも花の都パリのボロがボロボロ出ちゃったね。それで現地の声を紹介しますね。 Aomori got totally, completely screwed at the Olympics by the route setters. They claimed they know the reach of each of the climbers, yet they made the route impossible for her to even start climbing. They robbed her gold. So Aomori absolutely destroyed everybody in the most difficult technique route and won't even get on the podium because some idiotic route setter decided to put the starting boulders too high for no What a wonderful pick. Toby Roberts' kindness and Aomori's positive attitude is beautiful and precious like the blue sky and a wonderful monument. This pick expresses it so much. The young and fantastic two athletes will make sport climbing better more and more. Aomori couldn't even get to the starting line because the setting was for tall people. This did not seem appropriate for the Olympics. 皆さんの考えもコメントなんか教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターをフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それでは一日を。クライミング森選手選手、騒動に死んだ。日本金メダル競技ブレイキング、今後廃止。岩を廃止したことで、日本の伝説的女子クライマーの、でも日本、
でもでも男子金メダリストは彼女をレジェンドだと認めています。なんとあの親父ギャグバッハ会長がなんと親父ギャグバッなんとあの低身長の森愛へのいじスタート直ゴールドをつかむことができずメダルを取られせない。女子準決勝、南アフリカのマクウェイバーはほとんどワールドカップに出ていないが、難易度は考慮されず0点。特定の選手、森選。ちなみにここで言われている日本人セッターの方が NHK で触れられて、いい大会を作りたいという心ざる、いい大会を、彼女もいくらかは、この森選手いじめは、これ森選手のことをレジェンドだ。今回の五輪でのお気に入りの結果的に五輪に興奮と興味をと欧米と応じやっぱりか今までのことも含めるとやっぱりかというオーストラリアの選手が今世界的にミームになってます。僕の住むポーランドとは文化が少し違う。ポーランドには店員を呼ぶボタンのような日本には五輪そのもの以外でもThank you.